ラーサクマと背番号8番上村修平です。上村選手、今日はよろしくお願いします。上村選手のサッカーを始めたきっかけというのは何でしょうか？小学校1年生の時に友達に誘われて始めました。上村選手がプロ選手になろうと思ったきっかけは何ですか？まあ、小さい頃からサッカーをやってて、続けてるうちに、プロになりたいなっていう気持ちが芽生えてきたので、はい、そこから目指しました。上村選手はサッカーの練習の後のトレーニングにもすごく力を入れてるって聞いていますけども、どういうところに気をつけてますでしょうか？まあ、やることは日によって、違かったりもするんですけど、自分の得意とする部分のトレーニングであったり、その時の課題を、見つけながら取り組んでいます。サッカー以外にも気をつけていることっていうのはどういうものがありますか？まあ、睡眠であったり食事のところっていうのは、まあ、気をつけてますけど、そこまでストレスにならないぐらいで、気をつけながらやってます。上村選手の得意なプレーはどんなプレーですか？守備での球際であったり、パスとコントロールの部分は大事にしながらやってます。では今日はその練習を実際にやってみましょう。この練習のポイントはどういうところでしょうか？この練習のポイントはですね、まずは自分の体の正面でボールをトラップすることと、あとはまあ次に、まあ、自分がどうやってプレーしたいのかっていうのを考えて、まあ、次のプレーにスムーズにいけるようにコントロールするっていうのを大事にしてやってます。まあ、ボールが多少相手のボールがちょっとずれたとしても、なるべく体を運んで正面でボールをコントロールできるように、ボールがずれたからって足をこうやって伸ばしてトラップしてしまうと、ボールが離れてしまって次のプレーに移りづらいっていうのがあるので、なるべくボールがずれたとしても自分の体の正面でボールをコントロールできるように、まあ練習のところから意識してやるといいかなと思います。パス出しのポイントはどうでしょうか？そうですね、なるべく、まあ、相手がトラップしやすいようなボールを出してあげるっていうのは、まあ、気を使うことは大事かなと思うので、まあ、自分の蹴りやすい蹴り方とかあると思うんで、そこはあんまりもう個人個人が練習の中でつかみながらやっていけばいいのかなと思います。まあ、でも試合中とかになってくると、どうしても相手がいるので、相手がどっちから来てるっていうのを見ながら、受け手となる選手のどっち足に出したらいいのかなっていうのは考えながらプレーしてます。今度のトラップにはどういう狙いがありますか？まあ、さっきと同じように次のプレーにスムーズに持っていくっていうのも一つあるんですけど、まあ、試合中の中は必ず相手がいるので、相手がプレッシャーに来た時に、まあ、トラップ一つで外すことも大事になってくると思うんで、まあ、この相手がいない状況でも、その試合中の相手がいるっていう状況を意識しながら、そのトラップ一つにしても意識を持って取り組むことは大事になってくるかなと思います。はい、僕がトレーニングした内容は、友達がその時にいなくても、ボールと壁であったり自分一人で取り組める練習だと思うので、
サッカーの練習のみんながいる時じゃなくて一人の時でも、トレーニングやってくれると嬉しいなと思います、僕も一生懸命頑張ります。これからも川崎熊本を応援よろしくお願いします。